おはようございます。奈良のモンテサバこと HT です。2022年お盆休みスペシャルでございます。でその前に山口編をお伝えする予定でしたけど、親族に不幸事があり中止になりました。場合によっては今回も中止の可能性もありましたけど、無事に実行できてよかった。今回の遠征は5日間になるので数回に分けてお送りいたします。法隆寺駅奈良方面のホームから出発します。ちなみに目的地までの往復はすべて18切符になります。スタンプのインク濃いな。7時42分普通奈良行き、201系も数が減ってきてます。で出発します。では行ってまいります。ワイの顔も映ってるやんけ。ご乗車ありがとうございます。この列車は中央
次は4番線の発車です。今回はここまでになります。この先は次回以降でお送りいたします。最後までご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。